こんにちは。10月の30日、水曜日の日帰り竹部でございます。さて、本日でございますけれども、二つほどちょっとご案内させていただく資料をちょっとご案内させていただこうかと思います。まず、こちら、右手に持っておりますのが、引き続き、この日帰り竹部のアンケートでございます。ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。クオカードの方をご案内させていただいてます。で、私の方からあえてリクエストを申し上げますと、眉毛がどうこうというのは結構でございますので、まあ、それも当然加味しないとはいけないのかと思いますが、眉毛うんぬんではなくてですね、このクオリティというか内容に関していろいろご指示ご鞭撻賜れればと思います。クオカードの方差し上げているような抽選の手配になっておりますので、抽選ではございますがぜひぜひですねご協力していただければと思います。そして2つ目でございますけども、今夜、FOMC がございます。で、こちらの FOMC に関しては少しまあ長めになるのかもしれませんが、もう来年の1月を超えて、もうすでにマーケットの中では、3月の19日ないしは4月の30日、6月の18日と FOMC においては QE 縮小の見通しというのもかなり後退してるんではないかというふうにして見られております。そうなりますと今夜、マーケットの中ではですねかなり据え置き感、まあ、そのままだろうとこういうような見通しが強まっているというような状況でございます。で実はでございますけども、ちょっと私よりも年上の、女性の市場参加者でございますが、まあ、相場あまりですね思い込みが激しいと思わぬところで、で、まあ、分かったふりしていると、とんでもない目に遭いますよっていうお話を、きつく、ちょっとご鞭撻していただいた、年上の女性、年上というか、まあ、市場参加者の方いらっしゃいました。まるで恋愛術のご指南を賜ったような形でございますが、マーケットかなり思い込みがあるという、状況の中では、まあ、当然はしご外しの可能性もあるというところで、リスク管理の方は十分ご注意していただければと思います。で、この FOMC の前でございますが、その前ですね、実は ADP、こちら民間の雇用関連指数の方が発表されます。これは給与計算を出す会社さんでございますけども、こちらの方が民間法人、そして、米国債務上限問題に揺れていた政府機関の給与、こういったものも含めて、雇用者数の増減というのを出すというところ、これがまず前哨戦としてございます。で、その後でございますが、25時、ロンドンフィクシングの時間帯でございますが、本日は30日ということで、ご存知の通り、貿易収支が赤字で、のある我が国、需給においては外貨買い円売りというような動きが当然その25時に持ち込まれる可能性もあるというところで、十分ご注意していただければと思います。さて、ちょっと前置き長かったですが、今夜の FOMC の見通しに関してちょっとこちらの方をご覧になっていただけますでしょうか。FOMC で笑うのは誰だと題してご案内させていただきますが、要は今般、ポイントとして考えておりますのはこの FOMC、そのまま据え置きというところがほとんどの動きかとは思いますが、一つのサプライズとすると、いやいやするよと、継続してするよというような言い方をするのならば、当然ドル買いというような形になろうかと思いますが、なかなか経済指標が現在まだら模様だというふうにして言われて、指標各指標も不調、そして FRB の幹部も年内はちょっと厳しいというような、ごにょごにょというような、見解が出ている中では、FOMC の声明の中には、ひょっとしたらでございますが、QE 縮小の時間軸の延伸に関して、明確に示唆されるかもしれません。そういった状況になりますと、まあ、可能性ではございますが、ドル売りというような形になろうかと思います。で、その中でのこの緑で囲っているイメージでございますが、当然、ドルが下落する、そして継続して、金融緩和を持続、まあ、当然マーケットの中からいろいろな債券等を買うというような形になるでしょうから、長期金利なども含めて低下すると。で、これがドル円を圧迫するから、まあ、当然、ドル売り、円買いのポジション、というようなストラテジーイメージ立とうかと思いますが、ドル下落に伴ってその他の主要通貨が当然上昇してくると。とそうなりますと、クロス円も上昇、米国株も上昇、したがってドル円の下値もある程度は限界点が出てくるのかなと。そうなりますと、このテクニカル的なそれぞれの節目節目というのはどうしても意識しておく必要性はあろうかと思います。イメージとしてはドル売り円買い、ただしすぐに買い戻し、そして今度は新規の買いというようなイメージになりますでしょうかね。そしてどこまで上値ができるのかというところが、それぞれ日足一目均衡表の雲の上下限のポイント、目先は98円台の前半超え、そして8の50超え、8円の77銭超えというところが大きなポイント、そして99円のちょうど水準というのもなかなか重いというところが直近見えますが、9月の下旬からの高値圏99円の1520水準を超えてくるようですと、本格的にマーケットのトレンドが変わってくるというようなところで、この水準ですと、まあ、この辺が重いようでしたらドルロングポジション一旦利益確定というような動きになるのかもしれませんが、逆に、ドル
ショートエンロングのポジション、要は98円台の前半から売り上がっているような方々というのは、この辺で一旦、仕切り直しというような大きな節目になってくるのかなというふうにして思います。さて、ちょっと長く今回お話しさせていただきましたが、10月の30日というところで、もう今月も残すところあと本日そして明日だけということでございます。明日は日銀の金融政策決定会合を控えて、米国そして日本のそれぞれの金融政策会合によってマーケットが最後に大きく動いてくる可能性があるというところでございます。リスク管理の方は十分ご留意していただいて、そして無理なお取引はなされませんように、リスクとリターンのバランス十分ご勘案していただいてですね、 FX 取引お取り組みいただければと思います。以上、10月の30日水曜日の日替わり竹部でございました。